ウエスト58センチはバケモン龍です。さあ本日なんですが、テラネード一揆をねやっていきましょう。皆さんご存知ですか、佐野ひな子さん。あの佐野ひな子さん、ちなみにデュエルリンクスをやってるらしいんですけども、佐野ひな子さんが使ってる時テラネードらしいですよ、どうやら。ツイッターでねつぶやいていらっしゃったんですよね。で、今回は佐野ひな子様に、ま、届けという意味も込めて、テラエナイト佐野っていうデッキをね作ってきました。テラエナイトデッキがバトナイムスが追加されたんで、この新パックで2体並んだらエクシーズできるようになったんですよ。テラナイトデッキって今までデルタテロスしかなかったんで、デルタテロスを、まあ、出すということしかできなかったんですけれども、3体並べてね、バトライムスってこれどういう効果を持ってるかっていうと、テラナイトモンスターかける2で作れるんですよね。だから要はアルタイルで、デネブ、を召喚しようで破壊されましたアルタイル召喚デネブで出せるんですよ。もう簡単でしょ。でこいつねランクアップできるんですよね。エクシーズ素材を1個取り除いて手札を1枚捨てる と、テラナイトエクシーズモンスター1体を自分のフィールドのこのカードの上に重ねることができる。エクストラデッキが特殊化することができると。だからこれが何を意味してるかっていうと、デルタテロスになれるよってことなんですよ、バトライムス。まあ要は2体並んだらデルタテロス出るよってことなんですよ。まあ手札が1枚使いますけどね。だから今までのように、例えば1回デルタテロス出した後に次のなんだろう、盤面の要は2枠が空いてる状態でデルタテロスは出せなかったじゃないですか。今までってデルタテロスってできなかったじゃないですか。なんですけどこれができるようになりました。はい、これ強いです非常に。まあ本当は OCC だとね、トライベールっていうのがすげえ全バウンスみたいなモンスターがいるんですけど、まあそいつも来てくれたらめっちゃ強いんだけど、まあこのバトライムス1体来てくれただけでもうデルタテロスが2体出せるっていうのがもう素晴らしい。でですね、ギミックとしてはこれね、バランスにすると結構安定するらしくて、使ってみたんですけどかなり安定しますね。絶対魔法トラップかもしくはトラップ2枚とか来てくれるんで、やっぱテラナイトってその火器モンスターは一応完結はしてるんだけど、ギミック的には1枚でなんですけども、言うてあれじゃないですか、魔法トラップないとその、まあ、打点も低いし、まあ最初の先行1ターン目でデルタテロス出るって結構珍しいので、なのでちょっと難しいじゃないですか。そういう盤面の時にやっぱこの辺のねカードとか、この辺のカードとか引いてこれるとすごい強いということなんで、まあ、バランスが一番安定感があるということですね。で、ギミックはね、まあ、今まで散々パラテラナイト一揆やってきてるんで、まあ、いいと思うんですけども、新しいギミックとしては要はバトライムスがデルタテロス出せるようになったんで、ウヌクが強いんですよ。これウヌクって召喚に成功すると判定召喚と召喚でもいいんだけど、デッキからテラナイトカードを1枚墓地送ると。で、ウヌクとアマかけるテラナイトがあると初動になるんですよね。これはまあ OCG でも有名なんですけども、ウヌクでデルタ落とす、デネブ落とす。で、ウヌクに、テラナイトアマかけるを打つ と、アルタイル出してくれるんで、アルタイルが特殊召喚されて、墓地のデネブを特殊召喚すると。でそうするとデネブの効果で一番最初入るんで、ここでバトライムスのコストも稼げるという、このギミックがかなり、まあ、安定するんで、これとこれは3積みという感じですね。あとはまあ適当に強いトラップと魔法積んでくれりゃいいよっていう感じっすわ。はい、早速ですね、佐野ひな子さんに届けという思いで、皆さんもねテラナイト使いましょう。テラナイトリンクスに環境を設計して、佐野ひな子さんが公式番組に、呼んでいただけるようにギャラ高そう、デュエルスタンバイ。さあ佐野ひな子さんもね使っているというテラナイトデッキをやっていきましょう。だから佐野ひな子さんは遊戯王大好きっていうのは、まあ昔からね有名なんですけれども、結構ガチでやっていたらしくて、なんかショップでショップ行ってなんかその辺の人と戦ってたらしいよ。すごいよね、ショップ行ったら佐野ひな子いたってマジで衝撃じゃない？俺そのショップ通い詰めるもんな。当時ねテラナイトデッキを使っていたらしいですよね、どうやら。でリンクスにも今テラナイト来てるっていうことで、なんか最近ちょっとやってるっていうことをツイッターでつぶやいていました。はい、なんで、まあ、今回は佐野ひな子さんに届けというね思いを込めて召喚祭りでしょう。召喚獣は、まあ、光属性今いないんで、こっちを照らないとパクられるってことないので、それはそれだけはありがたいですよね。照らないとって光属性なんですよ。だからメルカバーはしか出せないんで、召喚獣ねパクられないっていうのは素晴らしい。
ほんとね、人のね、墓地のモンスター除外してくるとかマジであいつやってるの頭おかしいんでね。さあ、アレイサを回収してくる。ファイヤーリロード召喚銃ですね。ヒーロー入ってるやつですね。レディオファイヤー。エアマンで、このレディオファイヤーサーチ取れるんですよ。で、炎族なんで、この人ね。だから、ファイヤーリロードを使えると。で、レディオファイヤーを戻して、なんか、ドローに変えるっていう、ドローっていうか、すり替えできるみたいな感じのスキルがすごい強いという、まあ、1枚セットぐらいやったら、まあ、光るかどうか、まあ、光りますね、OK。あ、てか光るっていうか、これあれか、アレイスターがあるから、一緒に光ってるのか。とりあえず、ウヌクからですかね。ウヌクから行きましょう。アマかけるがある場合は、ウヌクから行っちゃって大丈夫。で、アマかけで、アルタイルになると、墓地に落としたデネブを創生できるんで、このウヌクと、アマかける、テラナイトがあるときは、結構強い動き、まあ、摂理はやばい。摂理はやべえ。そこ止める？まあいいか。そこ止めてくれた分だけありがてえか。で、そこはセット。召喚時、その展開力ないと思うんで、そこらしで1枚埋めれば、ワンキルされることは多分ね、ないと思うんですよね。これ、セットする必要ないか。ターン終了。必ず、アレイスター召喚から、プリカトリオが出てくると思うので、まあ、そこらし落とし穴を、かませば多分死なないと思う。アレイスター2枚とかいうそのゴリハンみたいなことしなければ。ちなみにここでライディーンも出せるんですけども、ライディーンもリンクスにはいません。ライディーンとメルカバーがいないのでそんなに怖くないと思いきや、はい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 。でアレイスター召喚、アレイスター効果ってことは、まあ2枚アレイスターじゃないので多分死にませんね。はい、アレイスターどうぞ。よろしい。まあプリカトル出してくるでしょうね、さすがにね。いやちょっとね、因子が腐ってはいるんですけど、まあ次のターンから動けるんで、はい、召喚魔術は OK です。召喚魔術は OK。 インシアルからあのセットは抑えられる。あとはなんとか2体処理して打点が上回られるときついから、プルガトリオ OK。 プルガ大先生は底なしされていく。まずは埋める。しっかり目に埋めていこう。でアレイスター回収する。多分アレイスターは使わないですよね、多分ね。召喚魔術いいでしょう。 OK。さあゴリゴリ押されておりますが、佐野ひな子さんが見てると思って頑張りましょう皆さんね。こういう盤面も諦めずに、さあぶん殴ってくる。いいだろう。まあ殺せないからここはアレイスター使わずといったとか。あ、使うのマジ。それ使ってくれんの逆にありがてえぞ。アタッカー減るからな。アドフィスなんだろうな。ちょっと残りライフ500っていうね、やばいこと起きたけど。さあ闇サドシュエネコンは結構強い。じゃあテレビ召喚してコスト持ってきて、アーマーかけるして、ここはデルタテロスにならないとちょっと負けそうなんで、デルタテロスになりましょうか。まあ、デルタテロスっていうかバトライムですね。このハンドからいけるんですよ。もう実はこのハンドからねいけるんですよ。これどうせ、アーマーかけるんで、コストはステレオでいいですね。バトライムスからデルタテロスいくんで、デモンズチェーンか。それも使ってくれたのめっちゃありがてえけどな。ほい。さあアマかけるテラナイト効果発動。さあデネブをデッキに戻しながらアルタイルを特殊召喚していく。さあ相手止めとこわかんねえみたいだな。テラナイトと戦ったことねえか。さあアルタイル特殊召喚でデネブ戻してワン、1枚サーチ、アルタイルかなんか持ってきとか盗賊。あでもあれか、いかけねえか。あ意味ねえな、これあれならウルフとかよかったな。ちょ間違えたわ。まあ、いいや。アルタイルで、ウヌク、特殊召喚、はい。で、ウヌク効果も発動しておこう。ウヌク効果発動しといて、デネブ落としといて、で、バトライムス行きましょう。これがね、やっぱ新しい、テラナイトの道ですよ。佐野さん、聞いてますか？僕、写真集全部持ってます。バトライムスをエクシーズ召喚、そしてバトライムスの効果をオーバーレイユニットを一つ使い、手札を1枚捨てることによってこのモンスターの上にインチキエクシーズ召喚を行うことができる。現れろステラナイトデルタテロス、そしてデルタテロスのモンスター効果オーバーレイユニットを一つ使い、相手のカードを1枚破壊する。バチコーン、そしてカードを1枚セット、バトルフェイザー。これがよっしゃ、完璧に制圧した、完璧に制圧した。プルカスや
さあ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 どうするんでしょうか相手。ヤーマン召喚、はいはい、全然無理、もう全然無理、全然無理、無に決まってんじゃん。ビリ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 バゴーン、ワッホー、ベガちゃん来ちゃったから、アルタイルちゃんでいいかな。アルタイルちゃん特殊召喚して、さあアルタイルちゃん効果する。もちろん特殊召喚するのはデネブだ。さあデネブ特殊召喚成功時効果、こぶ回ってるわ。これがねテラライトの、ね、強いとこっすよね。盤面がね崩壊しないんですよ。こんだけアドバンテージ稼ぎますから最強です。これであとは全員でぶん殴って勝ちです。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、バランス、あーじゃあ聖騎士だけ本当にやめてほしい。こっちもバランスでなんか、あでも先行っていうかまだいいか。いやでもそうでもねえな、コズミックサイクロンちょっと強いけど、コズミックサイクロンとデモンチェーンっていう、まあ、そこそこ刺さる、カードは入っているんですが、とりあえずウヌク効果、うーんデネブが欲しかったところ。さあ一回セットセットでいいでしょう。これはまあ何もエクシー召喚する必要ないですね。セットセットでエンド、相手のデッキなんか30枚バランスってさすがに聖騎士っぽいけどな。あーですよねー、ここねーマーリンをね止めたいんですけどね、まあマーリンの効果はちょっと通しましょう。デモンズチェーン全然意味ないんで、さあいや大丈夫です、お了解です。オッケー、モルドレット召喚オッケー。でもアロンダイトもオッケー、アロンダイト別にチェーンすればいいからいいか。で、アロンダイト効果発動を、はい、んーデモンズチェーンもちろん打っていく。さあモルドレットの効果を無効にされて、でこれでデッキからのリクルート効果を止めていく。でレベル4も4になっていくよ。オッケー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 、これ展開できないんじゃない、これそんな簡単に展開できないんじゃない。どうよセット、モルドレット効果は発動できないよ。はいはいはい、オッケー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 、危ない危ない、あーそれはもう無理。その中インガセスなんか3ダブルかかんないけど、これは無理、天罰かわかんないけど、あインガセス危ない、オッケー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 、これ先行止めたのでかい。これこのまんま殴りまであんだ、これこれデルタテロスしたところで意味ねえしな。こうしてこれこのまんま殴りっすな。これは幸い天命の聖剣がないのでね。さあこれでなんかマストカウンターを止めればいいんですよ。多分マーリンかモルドレッドか、あボールスか、ボールス、まあでもボールスも止めるか、普通にカリバーンいいよ、それもしょうがない。了解、装備は法もう1枚持っていくかもしれないから、それはしょうがない。でカリバーンの、効果で500回復もしょうがない、それもいい、問題ない。栄光聖騎士団、いやーでもこれは聖剣装備されて、それはまあそういうことになりますよね。でそこを止めるしかないですよ、もうこれはこれを止めるしかない。まあでもベガか、ベガリリースして、これここのワンダローかってんだって。あでもワンダローできないから破壊できないから、いや結構つらいな、これ結構つらい、どうしよう、いやつらい、どうすればいい、全部解決しよう、全部解決しよう、神ゲーすぎ。でアルタイル召喚、デネブデネブデネブ、デネブからのコストからのバトライムズからのデルタテロスでしょ。さあデネブ特殊召喚成功時効果発動、これはもう捨てるんで何でもいいですね。そしてレベル4が2体来るぞユーマ、俺はレベル4のテラナイト、アルタナイト、デネブでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、バトライムス、そしてバトライムスのモンスター効果手札を1枚墓地に送り、オーバーレネットを1つ使うことによってエクストラデッキより自身の上に重ね、デルタテロスをエクシーズ召喚、ふん、そしてデルタテロスのモンスター効果、オーバーレネットを1つ使い相手のフィールドのカードを1枚破壊する、もちろんモンスター、そしてバトルフェイスに行こう、突破、おっしゃー突破ー、さあ相手1枚で勝つ、よーし対戦ありがとうございました。さあお相手の方、光と闇の仮面さん、よろしくお願いします。デュエル3倍デュエル、シリウスとかいうクソザコモンスター来ちゃった、どうしよう初手シリウスだけマジで弱いからな、こいつね、なんかね使うかどうか分かんないんですけど、意外とねてく、墓地にテラナイトめっちゃ溜まることあるんでね、意外と強い時もあるんですよね。あーやばい、挨拶は強い、何が起きるこれ、
召集力きたー、終わった臭いが、まあ、一応見ていこうか。さあトフェニー、はい、相手フィード上にモンスターが存在する場合、あの相手のデッキもちゃんと解説できるっていうところで見せていきましょう。さあトフェニードラゴンを特殊召喚していく、これはサイバードラゴン効果で特殊召喚できるモンスター。さあそしてトフェニードラゴンをリリースし、シウを特殊召喚で、トフェニーの効果で、攻守ゼロにしてドラゴン族の通常モンスターをデッキか手札か墓地から特殊召喚できるという効果。さあレベル6が2体来るぞ、ユーマアトゥムス。さあそう、もちろん寿司三昧。さあ寿司三昧の効果、さあ寿司三昧の効果発動、オーバーレイトを1つ使うと、エクストラ、違う、デッキから、ドラゴン族モンスターを何でも攻守をゼロにして特殊召喚できる。これで OCG ではレダメとかを出してなんかさらに展開をしていたが、リンクスではそんなに強くない。さあこいつらアセト、なるほど、アセトドラゴンからのアセトリリースからの、誰ですかこれ、アセトアセトか、アセトアセト、なるほど。で青眼砲、え大丈夫なんか、あえアテムスですか、アテムスじゃねえや、エネアドですか、ガイアドラグン、はいはいはい、やばいですねこれでも、えやばいこと起きた、やばいこと起きたんだけどパワー系男子すぎん。